はい、おはようございます。えい、おはようございます。えっと、まずですね、朝早い中ですね、えー、このチャンネルを聞いていただいてありがとうございます。武蔵野美術大学の彫刻学科の、えー、ちょっと説明をさせていただきます。えっ、ー、と、私ですね、えー、彫刻学科の先生やってます、富本博と申します。で、あの、今年からですね、入られた新しい先生がいらっしゃいます、はい。はい、彫刻学科の、えー、安井智隆と申します、えー。よろしくお願いします。はい。 でも今日はですね、この二人で、ちょっと彫刻学科のご説明をしていきたいと思っております。じゃあ、まず画面共有を始めたいと思います。はい。でもちょっといきなりなんですけども、まあ、あの、どんな人間が喋ってるかっていうのはまあ、あの、少しイメージ持ってもらったらいいかなと思いましたので、えー、作品をちょっとだけお見せしています。で、私、富井本博と申します。で、あの、既製品をですね、えー、使ってですね、まあ、ちょっとこう抽象的な表現をまあやったりしています。えー、安井さんは はい、ね、えと私は、はい、こういった、まあ、人物彫刻ですね、うん、を作ってまして、まあ、ある空間に人が佇たずんでるという彫刻をずっとやってきたんですけども、まあ、これに関してはまああのデジタルを使ってるんですがもともとはなんか想像をメインして、えー、いろいろアナ,ログアナログなことをね、まあ、やってきたんですけど、まあ、最近はちょっとデジタル。 うん、もうちょっといろいろやってるっていう状況ですね。ですから、祖像をやりながらそこからの展開でデジタル的なものがあったり、まある種、はい、とか工芸的なものにも広がってるってことですね。そうですねで、まあ。ここからまたあの空間っていうところにちょっと意識がいってですね、うん、ちょっと抽象的な、まあ、アプローチも最近はしてるんですけども、うん、まあベースはあの僕の中では一応想像がベースかなと、はい。想像って技術から広がる、ね、そうですす、ね、ここれれきっとあの今日これからお話しする。 彫刻学家、まあ、むさびの彫刻の、まあ、ちょっと特徴というか、はい、もしくは、まあ、彫刻全体の特徴でもあるのかもしれないんですけど、うん、まあちょっとその辺のですねポイントになるところでもあります。でですね、であの我々ですね、えーまあ、あの見た通りですね、全然真逆なあの仕事をしている教員2人なんですけど、他にもでさまざまな、ちょっと、まあ、<laughs> 絵で表現されちゃってるんですけど、さまざ、あ、まなあの仕事、作風、彫刻とかですね、美術に対するあの方向性がバラバラな。 人たちが、えー、教員として集まって、えー、日夜、えー、指導をしたり、はい、学生と帳簿について話をしております。でですね、この,あのバラバラな考え方とか作風の人たちが、まあ、まとまれる、はいまあ、まとまれるというのはまとまるというか、まとまってるとわけじゃないんだよな、まあ、まとまってしまうというか、うんうん、でこのまとまるというのは議論をしたりね、あと面白がると、はい、の違いが面白がるとか、はいまあ、いわゆるこう意見交換あの、交わって喜ぶとかて。 そういうことができるっていうのが、まあ、大事かなと思ってるし、はいえー、それができるキーワードが彫刻って言葉じゃない、うんえー、そういうふうに面白がれる意見交換ができるズレを楽しめる場所っていうのが、まあ、我々が考える彫刻学科、うん、彫刻刻学学というところ今ですねお見せした、まあ、このねバラバラの人たちのまあ作品とか、まあ、本当の顔とかはですね、まあ、こちらのです、ね、QR コードから飛んでいただくと彫刻学館のホームページに移りますので、うん、見ていただきたいなと思っております。 さてというところなんですが、はい、ちょっとあの彫刻とはじゃあ何かと今こういうのが彫刻だと言いましたが、実際彫刻とは何かみたいうところなんですけど、はい、安井さんどうですか。そうですね。難しいですね。難しい難しいですね。まあ先ほどねあのいろんな先生がいらっしゃるということで、うん、多分なんかこう活動の幅みたいなのもね皆さん全然違うっていう、えー、中で、まあ違うことをこうちょっと共有しているっていうところは。 あの面白いところでもあるかなっていう風に思ってるんですけども、うん、まあそれがね、まあ、実際あの教育の現場でも、えー、そうかなと思っていて、うんまあ、つまりその彫刻って、まあ、多分こう空間にね、うん、やっぱ置いて初めて作品になるみたいなところがあってののものとかねねそうです、ねうん、なのであの、まあ、例えばそうです、ね、絵画であれば周りに平面っていう枠の中で、まあ、自分のイリュージョンみたいなものを、うん 構築していく、描いていくということができると思うんですけど、彫刻に関しては、その枠みたいなものがそもそもあるようでない。ですであればね、どういう幅の広がりにしても最低限壁にかかっている四角いものだみたいな、なんか共有できるけど、彫刻はね、その共有がかなり広い。そうで、まあ、置く場所も例えば室内だったり、野外だったり。 まあ最近は映像とかま平面をやる人も多くなってきているしそれこそ素材っていうものもかなりいろんな素材がねまあこれからちょっと説明しますけれどもまあそういうものがあると。であとまあやっぱ厄介なのは重力ですよねそうですね重力に対してものを維持しなきゃいけないっていうつまりなんだろう,こうイリュージョンをどうこう空間に構築していくか っていう中で重力に対するこう現実みたいなそうね絵の中だったらこう簡単に椅子は浮かんだっていうね椅子が浮いているとかろけるけどまあ彫刻の場合はまあどうしても絶対の共有としてね現実の空間に置くからまあ浮いた浮いたら落ちちゃうわけじゃないですかそうですで釣ったら釣り糸が見えれる見えちゃうとかそういうことですよね条件そうですでまあそうなってくるとまあ本当にこう表現の仕方っていうのはまあ本当にこう多様になってくるで素材も まあデジタルとかね、まあ、そういうものが入ってくると、うん、あさらに対応になっていく、うん、まあそうなってくると、まあ、正解がまあ,あるようでないでただまあやっぱりさっき言った重力に対してどう作品を維持するかっていうところではある程度ルールはあったりもする、うん、だけど必ずしも重力に対して何か存在していれば作品として成立するかっていうとそうでもないっていう何、ねうん、ともね ね、あの難しいといとうかただまあそこを、まあ、あるようでないとかないんだけれどもなんかあるみたいな,なんかそういうところをこう行ったり来たりしながら、えーまあ、考えていく、まあ、表現していくっていうところでは、まあ、自,由自由でもあるし不自由でもあるっていうところのそこの領域が、まあ、最もひょっとしたら大きいメディアかなとは思っていて。うんうんうん まあ逆にそ,そこを僕らは多分見探してるし、まあ、学生からもなんかそういうの見たいんだろうなっていうのはちょっと思ってるところなんですけど。なるほど、うん、まあ結果としてはだからあの我々の教員の幅以上にね、作品、うん、が出てくるんですよ。うん、これからもちょっとお話し,しますけども、うん、本当に作品が学生の作品の幅が我々の考慮考えてる想像の幅がさらに出ちゃうそれはまたこう。 彫刻って言葉でみんなどっか彫刻って言葉を手がかり作っているからだけどその手がかりすしてる彫刻っていう言葉が本当にこう人によって全然違う形をしてたり色をしてたりするでその辺をずっと話していくのが一番楽しい4年間なのかなとそうですね学科の中ではねこれその後っていうのはまたさらに楽しい掛け軸の世界があるわけですけどまず大学で言うならばそういった4年間というところで。 分かりました。はい。分かってないです。ちょっと分かってないですけど、はい、分かります。私も言ってて、よく分かってません。ええ、はい。はい。じゃあ、まあ、次に。はい、で、まあですね、そういったことを、まあ、じゃあ、実際、あの、皆さん知りたいのは、じゃあ、そういうものをどうやって学んでいくのかというところで、はい。授業の進行ですね。はい、まあ、大きく言うと、えー、授業はですね、基礎過程という、まあ、1年、2年ですね。で、その後、あの自分で、まあ、簡単には、ざっくりと自由に作っていく、えー、3年、4年というのがあります。で、うん えー、基礎過程ですね、まあ、今の安井さんが言ったこう彫刻の幅の広さっていうのはあるから、うん、じゃあもう最初から自由にやりゃいいじゃないかと、うんえー、いいじゃないかというふうにも言えるんですが、うん、とはいえじゃあその自由にものを作り自由にそのものを見る、うん、彫刻っていうのを起点に自由にものを見ていくっていうための、うん、まあ見方や技術基本的な見方や技術はやっぱり少し知らないといけないわけですあそれを知るためのまあ、えーまあ、見方や技術を、まあ、知るための過程が、まあ、基礎過程。 って言いますでまあもうあのです大学のホームページからもパンフレットは見れるんですけど彫刻学科の、まあ、そこからちょっと引っこ抜いた、えー、言葉がこれなんですが基礎かでですねでもこの緑のとこが重要でやっぱよく知っているものつまり当たり前にあるような例えば木とかですね鉄とか石とかですね、うん、段ボールとか紙とかっていうのはまあ普通にみんなそういうもんだなと思ってるじゃないですか、うん、でそれが本当にそういうもんなのかなとええー、もしくは とといいううものをちょっと見つめ直す自分のか、まあ、見方で見てみようと。じゃあ、その自分の見方って何なのかなっていうのをまたそこで考えてみようと。うん、そのものを見ることから考えてみようっていうのが、まあ、基礎過程。で、それをまああのどういうふう,なふうに言ってるかというと、まあ、よく知っているものを疑う、当たり前のものを疑うためのさまざまな方法が、まあ、我々にとっては彫刻の表現の基礎じゃないということで、なのでいろんなものを見ていくんですよね、うんあの。で、いろんなものを加工していくというのは、うん、この こうういったこう疑うたた疑めめの様々な方法を身ににつけるためにやるやだから上手にあの鉄を加工するとかですね、うん、上手に何かあのものを作るではなくて自分の中でどんなところが親って思うか、うん、どんなことが、えー、不思議かなと思うか、うんえー、一つの例えばあの木の中のどこが自分にとっては面白いポイとかそういったものをあの知るための方法を身につけるために、うんえー、いろんな素材を扱うというのが12年ですね。うんなるほど でまあそれをやるとそれぞれの方法の探究が始まっていくと、うん、いうことに、はい、分かりましたか分かったと思います。なるほど。ま,まあでも例えばなんか木とかね、うん、公園に入ってて一見毎日見てるような感じはあるけれども一回素材やっぱり素材っていうふうになった時にそうそう実はその木ってこういうものなんだとか、うん、まあこういう性質があるんだとか、うん、まあこういう扱い方ができるんだみたいなことをもう一回確認していくというかまあ派遣していく。うんうん で、今までのなんか木のなんかこうイメージみたいなのをこう。もう一回疑ってみるっていうことですよね。きっとそうですね。で、それがなんか単なる。あの木が人に見えたではなくて、例えば木が人に見えたとしたら、どういう風に掘らなければですね。加工しなければならないかって。ところでちょっと絵と違う面白さがあるとま、これは現実の条件ですよね。えっていうところかなと思ってます。はいで、ちょっと画像で少しお見せしますと。 例えば一年生ですね。一年生はですね、とはいえ、あの、加工するというよりは、そのものの見方を広げてみようというのがほとんどです。えーまあ、ちょっとねあの、基礎的な技術ももちろん覚えつつなんですが、どっちかというと、見方の幅を広げましょう。うん、いろんなところを、あの、なんか自分にこう、ほほーっていうね、自分のそういうこう、驚けるポイント、世の中。うん そういうものをまあ見つけるための課題になります。で、これはあの1年生のですね、初っ端最初から最初でやる授業で、段ボールをですね、はい、1> 畳1畳分の段ボールを4枚渡すんですよ。うん、で、えー、人が目の前で動いてるんですよ。はい、ムービングです。ムービングですね。はい、ムービングでイングしてるわけですね。うん、で、それを見て作りなさいと。うん、それだけです。なるほど。 なんのこっちゃって感じがしますけど、えー、そうです。はい。そうするとね、でもあの本当にそれだけでまずやってもらうんですよ。よ、うん、そうするとダンボール四枚を見るんで、うん、その四枚四枚をどうしようか,とか。うん,うん。ダンボールって何だろう。どう使えるんだろうとか。うんうん、あと人も動いてるんで、あの普通に人の形っていうのが作りづらくなるんですよ。うんうん、じゃあ自分はじゃああの例えば私が学生だとしたら、うん、では私はそこで人を、うん 何を人とするかみたいなね、動いてるなんの動きそのものを人とするのか、やっぱり形そのものを人にするのか、もしくはモデルさんといって、見られるためのお仕事をしている方が目の前にいるわけですけど、その方がちょっと休憩してる、そういうところを人とするのか、もしくは動いている人も含めた制作場所、他の学生がみんな作ってる環境そのものも人とするのかとかね、なんかそういうふうに自分でいろいろ見なきゃいけない。 それが一番重要かなとそうです中にはあの人の,その動いてるその空気感みたいなものを通してなんかアトリエのなんか部分を抽出して組み合わせたりとかそこまで展開しながらねやってる学生もいますよね。うん、いまねここそれもだから人として捉えるとかうん、うん、それもまあ一見すると空間表現かと思うかもしれないけど、うん、それをじゃ彫刻というならば、うん、えあなたはどこが彫刻だと思いますか、うんうん でそれに「はい何々です」って簡単には答えることはできないかもしれないけど、うん、なんかそういう,こう自分自身になぞなぞをこう仕掛けていくようなことを繰り返すことで、うん、多分自分のこう世の中への見方みたいなのがこう熟成されていくんじゃないかなと思ってるわけです。なる次にでまあ2年生になると、まあ、その見方をもとに、えー、結構かなりハードな、はい、いわゆる彫刻っていう時に皆さん、えー、ぼやっと思う さまざまな技術を自分たちで、まあえー、実際の加工技術もちゃんと、うんえー、学びながらやっていくというふうになります。うん、ちょっとこの辺は、まああのちょっと端折ります。あと、はいえー、でまた工房のの説明もあるんで、はい、そこでまたちょっと雰囲気わかるかなと思います。はいはい、で、えー、そういった2年間を過ごした後に専門課程ということで、えー、3年、4年があります。はい、もうここはですね、自分であのどういう素材を使うかとか、どういう表現をしていくかっていうのを自分で迷、まあ、い、 選びながら自由にに作っていって、うん、作っていいもらうというと感じになりまあ技術的なこととかはその都度その都度、うん、あの自由にあのいろんな先生がいるんで、うん、え聞いてってもらいながら専門的な指導はしていくんですが一番あの重要になっていくのは公表かなと思って、はい、出てきたものをえどんなふうな見方でどんなふうにあの語っていけるか、うん、え先生が語っていけるか学生同士が語っていけるかっていうのが一番重要かなと。うんうん でまあそれをですね、えー、要約するとこの緑のところかな、まあ、彫刻に対する疑問とかですね、えー、つまり自分が作ってるものは彫刻なのかなとかですね、えー、自分はこれを彫刻だと思ってるんだけど他の人の作品見るとそうなのかなとか、うん、そういういろんなこう考え方が交差していく、うん、そういう環境を、えーまあ、作りたいなとい専門家庭ではと思ってます。うんうんうん で、まあ、じゃあ、その,あの環境をどんどん盛り上げていくために、えー、何をするか、我々が、先生が何をやるかっていうと、好評ですね。この作品に対する多方面から、いわいろんな見方で、えー、ああだこうだとの作品について言うっていうことを、うんえー、繰り返していきます。うん、で、あともう一個ですね、えー、これからまあ紹介する工房の話に関わるんですが、ムサビの特色としてはですね、えー、7種類専門の工房があるんですけど、その工房に、何ですか、こう。 一個の素材だけでずっとやりなさいってことはないんですよ。いろんなものを好きに自分の中でマッチングさせて、うん、やっていってほしいと。うん、もちろん、一個の素材でぐーっとね、火を掘るんだっていうのもありですけども、自由にやっていってほしいということがあります。なんで、その工房をです、ね、横断できるっていうのが、この3、4年の重要な売りかなと思っていると。 でえー、3年ではまずこんな風にですね、まあ、あの自分のこう作りたいですね、これ3年の最初の授業の様子なんですが、まあ、あの自分の作りたいこうアイディアみたいなものをまずどんどん出してもらって、うん、それをみんなでああだこうだと、うん、学生も含めてね、うん、話し合っていくというんですね。で、そういうことをしていく中で、どんどん作っていくと。いわゆるこうプランニングっていうやつですよね。すねはい、どんどんアイディアをこう出して、自分がちょっと思い描いていることを積極的に出していく。 プランニングはね、かなりあの重視してますね、うん、3年以降の特に、まあ。特にあれですもんね、3年になってこういきなりこう自由になって、ちょっと解放されて、うん、何やっていいか分かんないみたいな学生もちょっと出てくるかと思うんですけど、そういうのを、うんまあ、なるべく受け止めるというかうあの、いろんなものを出してもらって、まあ、さ先ほど言ってたいろんな視点の先生から、うん、いろんな意見をもらいながら、うんえー、どういう方向でやっていくかということを。 あの決めていく機会というかそうです。そうですよね。分かってます、ね。大丈夫ですか？はい、分かってますね。すそうなんですよ。あの自分が思ってる以上にこう作る。あの人のイマジネーションとかアイディアっていっぱいあって。うん、でもなんか作品を作れって最初になる。作ろうってなると。 意外とこうみんな硬直しちゃうっていうか、こういうものをちゃんと作らなければいけないんじゃないかなってなった時に、自分のアイデアが結構抜き落ちちゃうんですよね。それをどんどん拾っていこうと。自分の可能性は見える形で、自分のアイデアの幅をまず、とにかく見ようというのが大事かなと思ってるんで、3年の最初はこういったアイデア出しの会をやっていまあそれでいろいろやっていくんですね。 で、4年の、まあ、これ卒業制作の時の公表風景なんですが、まあ、最終的に、まあ、あの公表っていうのはこんな形で、ねうんえー、ちょっとこれね、作品がね、でかすぎて。いきなり大きいのは、えー。ちょっと、ちょっとでかすぎたんですけど、はい、それではちょっとかなりあの広がってみてますが、まあ、小さい作品でもね、うん、大きい作品でも大勢の人間で、ああ、こうだと話し合うっていうのが、まあえー、そういう2年間をやってます。で、えー、次ですね、ちょいと。 でここからですね、じゃあそういう作品を作るあの工房をちょっとご紹介したいと思います。はい、まあここであのその今まで言ってるその彫刻の幅があの少し目に見える形でお伝えできたらと思うんですが、ま、はい、まあまあ石彫ですね、石を彫ると。結構ね、女子が多いんですね。珍しいというか、うんね、多いんですよ。重くて硬そうですけど、そういったものに対して、意外とあのなんか男性じゃないと無理かなんてね、うん、イメージがあるかもしれませんが、うん、意外とそうでもないはい。 でまあ、あの作品的にはですね、これ今年っていうか、あのここあのまあ何年かのものをピックアップしてるんですが、うん、まあ抽象的なものがあったりですね、ちょっとこう遺跡的なものがあったり、うん、あのぼやっとしたこう柔らかなの表面の表現がね、うん、あの左上の足みたいなものだったり、うん、あと全然違う素材をこう貼り付けて、はいく。右下の布が貼り付いてるんですか。はいはい、まああとちょっと何か家具みたいな。うん,、うん、なんかいろんなアプローチがあると。うん で、えー、次、木彫ですね。これはあのむさびのですね、えー、うちの工房ちょっと花形なところにたまたまあるんですけど、うんまあ、木彫工房でです。で、他の工房もそうなんですけど、結構クレーンとかもついてるんで、はい、重いものもです、ね、力のある人ない人かかわらず、うんえー、自由に動かせるようになってますし、うんまあ、そういう技術はあの3年生の最初で先生が教えてくれる、うん、ということになってます。まあ、この目の目前にですね いろいろあのちょっとフィギュア的なものがあるんですがえこれの,あの原型です元の木彫を作っている三沢さんがですね、はい、がっちり教えてくれる直接指導いただいて、えー、あとまあ棚田中さんとかね、はい、方と教えてますで次まあ木彫といってもやっぱり幅があってですねまあ,あの人物的なものがあったり自販機をあえて模していくようなものと,とかうん、うん、またあのいろんな形を、ね、一番左上に立っている像なんですがこれも全然バラバラなあの えー、なんか人物とかの形を、まあ、もう一回ドミノ状に振っていったとか、あとレリーフっていうか、ね、浮き彫りみたいになってたり、はい、あとこ右側ですね、右側にあるすごい大きい木彫があるんですが、はい、実はあれ機械仕掛けで、はい、ちょっと中でいろいろ動いてるんですよ、はい、まあそういう,こう動くと木彫を組み合わせるとか、はいそんなこともあるしていますで、まあ、メタルといってますか。これ金属ですね、はいえー、金属 金属でもまあこうやってこういろんな幅があります。ちょっとこう後でご紹介する卒業生なんかもそうなんですが、うん、まあちょっとこうアクセサリー的な表現があったり、まあ具象的な表現、かなりこう、一応右上のこう虫のような何かもあるんですが、うん、意外と金属でもこういうこう有機的な表現も可能で、まあいろんな幅があります。で、こうブロンズというですね、これはあの街の公園とかでよく見かけるね、いわゆる構造的な、はいえー、技法なんですが、えー、これもですね、かなりあのー、 え大がかりな、まあ、これ金属を溶かしてそ、えー、のなんか形がある空洞を流し込むんですけども、うん、そのかなりの,あの量の金属を溶かすことができると、うん、でこれでもですね、まあ、あの町の公園の銅像をイメージされてると全然違うものが出てくるんですよ、うん、あのドローイング的なものとですね、うん、くっついていたりとか、うん、えこうかなりパキッとした表現があると、うん 一見、なんか,見なんかあのメタルで溶接して、なんか彫刻にしてるようですけど、うん、これはブロンズなんですね。ブロンズですね。これやっぱメタルとも共通してる素材でもあるじゃないですか。ありますね。このメタルの工房を行き来するというか、なんかそういうこともしてるっていうことですかしてますね。はいあの。鉄と実は組み合わせたりする表現もあるし、うんうん、鉄板ってのは要はあの売られてる鉄板じゃないですか。で、ブロンズの場合は、 鉄板に代わる板を自分で作ることもできるので自分で作った板から何かを作るのかもしくはもともとある人から手に入れた板を使うのかっていうのです意外とこれ伝わりづらいとこかもしれないけど実は表現としてはとっても重要なことでそういうちょっと伝わりづらい部分に反応してしまう人なんかは彫刻向いてるんじゃないかなと思ってます。 はい次ですね。セラミックですね。えー、これはまあ焼き物ですけどもセラミックっていうのは。焼き物の窯もかなり大きいんですよ。これ人一人以上丸ごと入れるんで、それぐらい大きいものをいっぺんに焼くこと。だから焼き物といってもその器的な表現というよりは、うんこう、そういうサイズを超えたものをまあ作ることができるというのがまあ彫刻のセラミックかなと思ってます。でセラミックでもいろいろなですね幅があってですね。まあ、あのレリーフ的であっったりちょっとこう ちょっと漫画的なというか、キャッチーなものがあったり、まあ、抽象的なものがあったり、あと、生めかしい人体表現だったり、犬みたいなものがあったりとか、ちょっと幅があります。いわゆる器で使うような、あの、誘薬、はいはい。そういうものも使って着色するってこと。はい。そういう釉薬をどう捉えるか。釉薬を、だから、いわゆる工芸の文脈で見るのか、絵画的な文脈で見るのかとか、なんか、そういう釉薬を自分で何だと思うのかっていうのも結構重要になってくる。 もちろんこの中にね釉薬をあえて使ってない表現もあるんで、うんえー、直接あの絵の具で塗っちゃうみたいなのも、はい、できるしそれをあのなんか陶芸だからとかあの焼き物だから釉薬を使わなきゃいけないだ、うんだみたいなことはなくて、うん、はい、ほーみたいなねむしろ僕らも新しい焼き物の使い方を、うんえー、見たい,い感じですねであと粘土ってあるんですがまあ粗像という安井さんのね専門、うんはい、の、えー、ところになりますが まああのこれはちょっと、ね、基礎過程でやってる時のまあ風景なんですけど、まあ、本当広くて彫刻家の工房はであの自然光もすごい入ってて綺麗な、ね、場所です。はい。素像もねいろいろありますけどそうですね、うん、これはま,あまた素材も、うん、あの粘土からまた型を使ってね石膏の型をつく、うん、使って素材を他のものに置き換えるっていうパターンが結構多いと思うんですけど例えばまあセラミックにしたりとか。うん まあ、セラミックなんか意外とそのまま、えー、と粘土で作って焼けるっていうこともあるかと思うんですけど、うん、ま他の例えばプラスチックとか、うん、まあ漆とか、うんえー、それこそブロンズとかね、うん、まあそういうものに変換していく上での最初の何て言うんですかね原型作りでよく粘土を使っ作ったり使ったりとかあとはそうですマーケットとかね、うん、マーケットを要は彫刻の、まあ、模型みたいなのを作るときにもよく粘土を 使ったりとかするので、まあ、一番そうですね、なんか一番、しかも取ったりつけたりね、うん、自由にできるので、まあ、一番こう扱いやすいんじゃないかなっていうふうには、ちょっとまあ個人的にはね、ちょっと思っているので、うん、意外とこういろんな素材なり、えー、いろんな作品がまあ出てくるかなっていう気もしてます、ね、なるほど。まあ、だから結局置き換えたときにプラスチックになってるは入っうですか、はい。 右側の金魚みたいなのをですね、うんはい。ということになってます。で、また、あ、その今言ったそ粘土が最後形になるときにプラスチックというものを使う。で、このプラスチックのですね、えー、多様性っていうか、ね、うん、多様さがあの結構むさびのプラスチックの特徴でして、うんうん、これはね、他の大学にはなかなかないから、うんえー、ないような気がします。ですからこう、なんてかなり生めかしい表現もあるし、単なるこう、 そうなんかえプラスチックに何かの形を置き換えますっていうのではなくて、うん、プラスチックそのものをどうやって何だと思うんだろうかとかどういうふうな使い方ができるだろうかっていうのこう、うん、あれやこれやね、うん、こう実験してるっていうのがムサビのプラスチックだプラスチック実験工房って感じですねムサビは<お>はい、まあ、それでこういろんな表現が出てきますあとその中には塗装っていうねいわゆる車にあのなんか塗装するっていう、うん、なんか絵の具絵画で絵を 絵画で色を塗るんではなくてどっちかというと車にこう塗装するとかってそういう方なノリに近い塗装って問題も結構こだわってやっている学生もおります、えー、左上なんかはそうですね、えー、左上の,あの作品なんかは、えー、画像で言うと右になるのかないや左か左上の,あの四つ足になっているものなんかは塗装が結構特徴的です であと、ミクストメディアということで、まあ、いろんな素材が、えー、混じっている、えー、工房になるんですが、ここはですね、まあ、そもそもいろんなものがあるんですけど、まあ、あの白製とか、ね、毛皮とかを使っている表現であったり、右上の、ね、巨大なタヌキなんかはそうです。あとは、えーまあ、水の動きとかですね、そういう,こうちょっと化け学に見えるようなものも、なんかミクストメディアとして考えていたり、 えー、右下ですかね、右下にこう、あるちょっと大きそうな構造物があるんですが、うん、あれなんか音が出るんですよ。うん、だそういう音の表現なんかも、えー、重要になってくよするってことで、うん、結構あの幅の広い。うん、あと大きさの幅もものすごく、まあミクストメディアなんで、うん、こう素材の制限が一番ないとも言えるんでね、うんうん、その分あの、かなり大掛かりな表現が多いと。うん、まあインスタレーションにする人、うん、空間表現にする人もいます。 とという感じですねであとデジタルですね。デジタルはそうですね、あのまあ、一般的にはね、最近 3D プリンターとかね、光造形で、まあ、樹脂を固めて、えー、形にするっていうプリンターみたいなのありますけども、うん、まあもちろんそういう基本的な機材もありますし、まあ、アプリケーションみたいなものもいくつかあって、まあ、それを利用して、ね、立体作品を作っていくんですけども、まあ、ただ、そうですね、どっちかっていうと、他の素材を扱う上での もうあるいは他の素材に置き換えるときに、えー、時の過程として 3D を導入したりとかしてる学生も結構多くてですね、もちろん出力しながら作品にしていくっていう人も多いんですけども、なんだろうな、つなぎ役としてデジタルを使うっていうことを結構積極的に使ってる学生が多いですね。例えばこれを手でやるのは結構大変だからデジタルでやった方がいいんじゃないかとか、うん、3D スキャニングでスキャニングして、 えまあ物体をスキャンニングしてえそれを違うものに置き換えるとかまあスキャニングすることでまたこう大きさをね変えたりとかちっちゃくしたり大きくしたりとかえあるいは切ったりとか貼ったりとかえまあそういうことをちょっと積極的にデジタルも使いながらうん,なんか制作過程の中でまあデジタルとアナログをバランスよく使うにはどうしたらいいかみたいなえこともえやってるかなと思いますなるほど。 だからまあ映像があったり立体表現があったり、ま、ちょっとこう映画仕立てになっていろいろとやっていると、まあ、プリントというのも、ね、つまりまあ表現になるという感じですね時間がで,す、ね、できたのでそろそろ、はい、じゃあそういったあの工房を使ってもらうためにはまあ大学に入ってもらわなきゃいけないんですが、えーまあ、ここが一番 <laughs> 皆さん知りたいところかもしれませんが彫刻学科ですね、えー、入試をちょっと変えました。 でも変えたといってもですね、もともと今まであった入試は変えずにですね、うん、つまりそれは人体を使うと、石膏像がモチーフになって、今までのデッサンを変えずに、うん、プラスですね、こういった、まあ、これ、出題イメージなんで、これが出るわけじゃないんですけど、うん、こういったあの入試を用意しました。で、これのポイントっていうのは何かというと、まあ、見てわかる通り、これ、今、ゴムホースが丸分になってるんですけども、はい、これあの、要は単体ですね。 生物でなんか物をですね。1個ひとまとまりのものを出します。これはもう買えません。はいですから、あの先ほどの先ほどのあのこういうのだと、ちょっとこう椅子があったりとかね。空間的なあの構成空間、構成的なものがどうしても入ってくるんですけども、そうではなくて、物そのものを書いてみたらどうでしょうか？っていう出題になります。最初の画像に関しては割とこう人物とか石膏像とかあって。 彫刻的な勉強をかなりしないと書、うんまあ、けない部分が結構あると思うんですけどもそれに対して、まあ、ホースのこれに関してはまたちょっと違った視点でも書けるっていうことですよねだから形が多少くるっていうような、うん、え空間がちょっと出ていなかろうがデ、うん、ッサンであれば、うん、この出題であれば、うん、先ほどのこれにちょっと対抗できる、うん、えものがつまり 受験前に彫刻っていうのね受験の時に彫刻って言葉と出会ってる人は、うん、多分こう,う、うん、こういう感覚が持ててるはずなんですけども出会ってないけどなんか物とかね、うん、現実に何か作っていくっていう、うんえー、表現に惹かれてる人にとってみたら、まあ、これで対抗できるんじゃないかということで、うん、そういう人も入れていきたい、うんえー、そういう人とも話したい。 とといいうことで、えー、新しし入試を入れました、はい、でそのまあ入試の狙いは今あのお話しあったんですけども安井さんお話しあったんですが、まあ、こういう、えー、入試の狙いです。でこれはあの根本的にはもともとのデッサンも、えー、同じような狙いなんですね。でここで一番重要になってくるのはここです、えー。どこにもないものを生み出せる資質としてのものと根気強く向き合う力っていうのが見たい。基本的にはそれはあのどのデッサンどの入試も一緒です。 で、これが、まあ、彫刻で磨かれる力と才能になるんじゃないか。結局、ここを、こういうものを持ってる人の、えー、まあ、こういう人、まあ、こういう力と、まあ、才能を持ってる人を取りたくて。で、その力と才能を、さらに今までお見せした、あの、授業の、授業と工房で、えー、さらに磨いていきたい。一緒に磨かれていきたい。というふうなことを考えています。でですね、えー、卒業後の、でまあ、これで入ってもらうわけですけど、出るときどうするんだと、えー。結構ですね、 えー、これ皆さん心配される方が多い。ですがですね、意外といろいろ幅が広いんですよ。まあ、どてっちかというとものづくり系の人はものづくり系の仕事は多いんですけども、かなり幅広いです。えー、マネキン原型師になったり、あと自動車の会社から引き合いが多いですね。毎年あの、どこと言いますか、フロキさんとかですね、えー、よく来てますね。うん、フロヒさん、イハンハンとか。イハンハンはですね、えー たまにきますね。本画版はありますね。はい、本画版はあります。はい。結構あります。でも普通だとなんか、ね、<あ>インダーストリアデザインみたいな感じでいきそうですけど、はい、あえてそこは彫刻っていうのはね、最近多いっていうのも面白いです,ですね。それはまあの、自分であの何て言うか、もの<ん>を自由に作るっていうことが結構重要で、うん、なんかそれが、あの、何て言うんですかね、いわゆる型通りの作りをしない、うん、自分でものを考えるっていう意味で、なんか評価 していただいてみたいで、また、あ、アニメとかですね、まあ、任天堂とかゲームの中の 3D の中で物を作るっていうところにも仕事をしているかなと思っています。で、これ最後で、まあそういう中であのまあ、作家でやっていく人もいるわけですね。これ山田光太郎君というあのそうなんですが、彼なんかはまブロンズ、さっき言ったブロンズの授業を、うん、まブロンズとかをやりながら最終的にジュエリーとかですね、え、うん、そういったものとのコラボレーションをしていたり、うん、えー、そこのまキャラクターを目指したり、うん、あと映画ですかね。 映画のそういう一つの小道具の重要になってくる小道具のデザインをしたりとか、幅は広く活動してます。平面作品もやってるんですが、本人は彫刻家って名乗ってるんですよね。仕事の幅はすごい社会に影響力のある仕事をしているんだけども、でも本人はそれを彫刻というんでじゃあ彼にとっての彫刻家は何かっていう人が、そういうのが面白いし、そういう人たちは結構世の中でいっぱいいるかなと。ムさビの彫刻を出てね。 はい。だマネキンやってても彫刻って思っていれば、それはそれでいいかなと思っているんで、必ずしも、あの、作家、いわゆるこう定番の作家活動をしていることが、うん、えー、彫刻家にとっての一番の進路とは思っていません。うん、はい。それぞれの彫刻の形があると思います。というところで、えー、もう終わりかな。で、まあ、ここが最後、あの、うちの、えー、まあ、何もない工房になってるんですが、ここにですね、まあ、今の話を聞いて、ちょっと、気になった方は、はい、ぜひ来ていただきたい。 で一緒にわーわーと彫刻って何だってのをお話ししたいので、ぜひ待ってます。待ってますよ、ね。はい。どんどんじうあちましょう、はい。困るぐらい。一回ぐらい来てほしい,、はいはい。困りたいです。ということで、学科説明を終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。